社の大会委員長が成績発表を行います。それでは本日の成績の発表、まず女子優勝されました。大道特殊候補志立チーム、 NTT 西日本本社 B チーム、東京海上日動本店チーム、全日本武道具チームの選手各2名前に出てください。関東省大道特殊候補志立、関東省 NTT 西日本本社 B、 関東省東京海上日動本店、関東省全日本武道、最優秀選手に選ばれました三菱東京 UFJ 銀行大手町チーム、五十嵐福選手に表彰状と連盟杯が授与されます。優秀選手賞、ただし三菱東京 UFJ 銀行公表町、あなたは第19回全日本実業団女子剣道大会においてよく転倒され、当初の成績を掲げられたので、その栄誉を加え、ここにこれを表します。平成28年3月2日全日本実業団剣道連会長浅野直樹。
気をつけ。はい。はじめに五段ダブルで優勝されました加藤義行選手、前に出てください。五段ダブル優勝加藤義行、日本ツールの本社。記念は第19回全日本実業団放送年天皇大会において当初の成績を収められたので、その栄誉を捉えここにこれを示します。平成28年3月2日全日本実業団検討連盟会長は佐野直道。されました石井成就選手、表彰状、連盟杯および副賞が授与されます。2位、石井成就、天草本社、ありがとうございます。3位に入賞されました谷秀俊選手および藤間雄三選手、表彰状、連盟杯および副賞が授与されます。5代以下の3位藤間雄三、三菱東京 UFJ 銀行大手町。5代以下の3位谷秀俊、突破印刷本社。6段以上の部で優勝されました山本裕貴選手、前に出てください。表彰状、連盟杯および副賞が授与されます。6段以上の部優勝山本裕貴、東日本電信電話本社。以下どうもございます。2位に入賞されました細川明宏選手。6段以上の部2位細川博、鹿島県です。最後に入賞されました梶山和則選手および田辺ストン選手に表彰状、連盟杯および副賞が授与されます。6段以上の部3位梶山和則、三井住友銀行本店。6代以上の3位田辺さん、千葉銀行。気をつけ。優勝で、はい、ということ で、で優勝までに約10回ぐらい試合したと思うんですけども、それまでの準備とかっていうのは稽古もされてたんですか、週何回とか。そうですね、週2回取れればいい方なんですけど、まあ、それに向けてちょっと怪我しないようにとか、そういう稽古の時間大切にしながら挑んでいたのが、まあ、準備です。序盤戦からやっぱり強い選手が多かったと思うんですけども、はい、やっぱりなんか気にかけていたことはありますか。そうですね、まあ、全員我々、私が今一番下の年齢になるので、まあ、先輩の目を借りるつもりで、ちょっとチャレンジャーのつもりで挑んだんですけども、それがまあ全部攻める姿勢につながっていい剣道ができたのかなとは思っています。はい、上位戦で優勝経験のある辰巳選手にも、はい、勝ちましたけども、やっぱりあそこは山場の一つだったのかななんて見ていて思ったんですけども、やってみた感想とかっていかがでしたか。そうですね、同じメンバーのその1個前に梅山が辰巳さんに負けてですね、梅山の敵を取ってやるわけじゃないんですけど、そういう気持ちでちょっと辰巳さんは非常に強いので、まあ、そういう自分のその気持ちのスイッチというか、そういうのをちょっと入れて頑張りました。で最後決勝戦ですけども、
まあ、試合が上位戦になるにつれて面の鋭さも上がってたと思うんですけども、やはり最後は面で決めるのはなんか、決めていたところはあるんですか？そうですね、基本自分は面からこう攻め崩していく剣道なので、そのスタイルは変えずにやろうとは思ってます。わかりました。今日は本当にどうもおめでとうございました。ありがとうございました。写真もちょっと1枚撮らせてもらってよろしいですか？